ジュジュ選手が鈴鹿ボイス FM に出演しました。詳細は下記のリンクから直接お聞きください。簡単に内容を紹介しますと、ジュジュ選手が今年の振り返りに関してお話しています。 W シリーズの資金難については以前から感じていたとのお話。チームによってメンテナンスの状況が違うなど、資金不足でメンテナンスできるチームが限定されていたようです。それに比較してドレクスラーカップはメカニックもセッティングもしっかりしていて、走っていて楽しかったし、多くの車が参戦する面白さも語っています。父親の秀樹さんも発言されており、ドレクスラーカップの前身はオーストリアの F3 で、イタリアの F3 が前身のトップジェット2000と一緒に開催しているとのことで、多くの参加者がいるそうです。参加車両のチューニングに自由度が多く、それも人気の理由ではないかとのことでした。一方でスーパーライセンスポイントが得られないので、 F1 へのステップアップとしては使われていないそうです。 W シリーズに関しては秀樹さんも来年開催されない可能性も考えており、そうなった時にジュジュ選手が参加できるシリーズがあるのか心配されていました。その中でフォーミュラリージョナルヨーロッパチャンピオンシップフレックは2022年シーズンを終了し、2023年シーズンに向けてイタリアムジェロサーキットで2日間のテストが開催されました。マヤウェッグ選手がフレックのテストにプレマから参加し75周走りました。マヤウェッグ選手はジュジュ選手が2020年に選出された FIA ガールズオントラックライジングスターズの優勝者で、フェラーリドライバーアカデミーのメンバーです。2021年、2022年はイタリア F4 に参戦し、2022年は7ラウンド中6ラウンドでトップ10以内に入る成績を残しています。2023年はフレックに参戦するのかもしれません。しかし、フレックから残念なニュースとして、2023年に女性ドライバー用のシートが廃止される予定と発表されました。フレックはフォーミュラリージョナルヨーロピアンチャンピオンシップとフォーミュラルノーユーロカップが2021年に合併したことで F3 にステップアップするカテゴリーとして、最大かつ最も競争力のあるジュニアシングルシーターチャンピオンシップの一つとなりました。参加台数は40台になり、フレックは1チーム3台と制限しましたが、女性レーシングドライバーのために4台目のマシンを許可するルールを導入しました。それを止める予定とのことです。 W シリーズも含め女性ドライバーにとってはますます厳しい状況に追い込まれそうです。ジュジュ選手の来年も気になるところです。情報が入り次第お伝えしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。